検察官。検察官は、検察権行使の権限主体である。検察官の職責は、検察庁法第4条で、と規定されている。また、検察庁法第3条の規定により、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事に区分される。検察官は、それぞれが、検察権を行使する、独任正官庁である。 検察庁は検察官の事務を統括する官署に過ぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として、新規を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する検察官同一体の原則。検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、 検察捜査のほとんどは地方検察庁の検察官が直接行うため上級庁、最高検察庁と高等検察庁は地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの上級庁自身が逮捕をして直接捜査を担当することはほとんどない例外として1五十七年に東京高等検察庁が二人の第二子を収賄容疑でメッと 誤報した読売新聞記者を名誉毀損罪で逮捕、取り調べをした事件、買収を食事件と2010年に最高検察庁が特捜部長、特捜副部長、主任検事を証拠偽造罪や犯人隠避罪で逮捕、取り調べ、基礎た事件、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件、などがある。検察官は例外を除き基礎権限を独占する。 国家卒位主義という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。検察庁は、司法権、立法権、行政権の三権のうち、行政権を持つ行政に帰属する官庁である。検察庁は、 国民の権利保持の観点から俗に準守法機関とも呼称されている。日本国憲法第77条では、検察官は最高裁判所の規則に従わなければならないと規定されている。検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の庁である法務大臣は当然に各検察官に対して指揮命令が可能だが、 この指揮権については検察庁法により、検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。ただし、個々の事件の取り調べまたは、処分については、検事総長のみを指揮することができる。として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。前述の検察官同一体の原則から、検察官は、 検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。検察官の定員は、2012年、平成24年、副検事以外の検察官1810名、副検事899名で、合計2709名である。身分証明書は制定されていないので、必要な場合は、側近の検察事務官が代理で、 検察事務官証票を示す。公務執行の際は必ず検察官起承、収葬列実証を身につける。検察官の給与については、検察官の報給等に関する法律に基づく報酬が与えられることになっている。ただし、ここで、検事総長、次長検事及び検事長については、身分としては、一般職に分類される国家公務員ではあっても、給与については、 特別職扱いされ、法律中の別表によらない旨の定めがある、法一条。これを根拠に、検事総長は、国務大臣に準じる報酬を与えられることになる。他に、検察官の給与については、一般職の職員の給与に関する法律に、基づいての、初任給調整手当等が適用されることになる。検察官は、卒位機関であると同時に、捜査機関でもある。 実際には、補充的な捜査にとどまることが多いが、検察庁法第6条や、刑事訴訟法第191条の規定に基づき、大型経済犯罪や正解絡みの汚職事件等、単独で犯罪の捜査を行う場合もある。ただし、警察とは異なり、実力をもって、犯罪を予防鎮圧する、機能、行政警察活動はなく、そのため、 もっぱら行政警察活動を適切に遂行し得るために警察官に付与されている武器の携帯使用、職務質問、立ち入り権限、保護、交通規制等の権限は保有しない。なお、検察官は一般人が現行犯人を逮捕した時の引き渡し先に指定されている刑事訴訟法第214条。戦前、検察官は捜査を主催するとされ、 強い指揮権限が認められていた。もっとも、法の建前は別として、現実には、通常の捜査は、警察が主として行い、検察官は、補充的な役割を担っていた。警察と検察は、その所属官庁をことにし、検察官の指揮権を実行荒らしめるための身分上の監督権を与えなかったこともあって、検察官の指揮命令の徹底を書き、 現実には捜査の二元化をきたしていたとも言われている。戦後においては、控訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、人権保護が図られた。その結果、警察は、第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等、独立の協力関係を確立したが、控訴定期、広範囲維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えている。 ただし、警察官は、正当な理由がある場合はこれを拒否できる。なお、不当な指示が行われて、問題となったものとしては、平成13年、福岡高裁判事妻ストーカー事件で、福岡地検が、脅迫事件の被疑者が、福岡高裁判事の妻であったため、逮捕の方針を任意捜査にするよう指示したとされる、問題がある。同事案では、福岡地検実績検事が、 捜査情報を漏洩したとされ、警察との関係が著しく悪化し、検察は警察等の捜査関係機関に対する理解が十分でないとの批判を受け、法務省では警察官の活動等に対する理解を深めるための具体的方策を検討していくこととなった。本件については、平成13年3月、福岡高検検事長が福岡県警本部を訪れ、 福岡県警本部長に謝罪した。また、平成22年には、大阪地検の検事が、大阪府警貝塚署の刑事に捜査報告書の改編をさせた事例があり、その後、当該検事は懲戒処分を受けたが、強い批判を招いた。平成23年には、福島地検が、東北地方太平洋沖地震後に、福島県警と、 十分な協議をせず一方的に交流中の被疑者の釈放式を行ったが、釈放された被疑者の中には、性犯罪者なども含まれていたほか、釈放された後に建造物侵入で再び逮捕された者もおり、福島地検が地検庁舎を一時閉鎖していた事実と合わせて、国民の強い批判を浴びた。その結果、福島県警との関係が悪化し、 福島地検検事制が更迭される事態となった。検察官は、警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事制は従わない、司法警察職員の懲戒の請求を、公安委員会に対してすることができる。 検察官自身には、懲戒権限はない。検事総長を務めた、伊藤英樹は、次長、周宗列日、朝日新聞社で、検察と警察との関係に触れ、検察は、警察に勝てるか、どうも必ず勝てるとは言えなさそうだとしている。控訴は原則として検察官が行う、国家訴追主義、基礎独占主義、刑事訴訟法247条。また、 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の形状及び上場並びに、犯罪後の状況により卒業必要としないと、検察官が判断した場合には、検察官は控訴を提起しないことができる、刑事訴訟法248条。これは、基礎弁議主義と呼ばれ、卒業必要としないと判断された事件については、基礎猶予処分、不基礎処分の一種にすることができる。 検事で、パス、パイして、シャバに出られることから、俗に、検判とも呼ばれる。基礎独占主義の数少ない例外として、準基礎手続き、刑事訴訟法二百六十二条から二百六十九条、がある。これは、刑法、破壊活動防止法、破防法、団体規制法、大無規制法における、公務員の職権乱用などの罪について検察官が、控訴を提起しない場合に、 その罪の告訴、告発者が不服な時に裁判所に不審判を請求できる制度で、不審判の決定があった時は、控訴の提起があったものとみなされる、刑事処方267条。またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する、弁護士、特別検察官、指定弁護士が務めることとなり、この職務にあたる、弁護士はいわゆる、 みなし公務員となる刑事訴訟法268条。さらに基礎独占主義の例外として2009年、平成21年5月21日から、検察官が不基礎にした事件で、検察審査会が基礎議決制度において、基礎相当を2回議決した場合も、控訴が提起されたものとみなされ、指定弁護士が特別検察官として、控訴を維持する強制基礎の制度が設けられた。 主として、刑事裁判における公判を受け持つほか、人事訴訟において、訴訟担当者として、被告となる場合があり、証務検事として、行政訴訟や国家賠償請求訴訟で、国の代理人を務めることもある。裁判の執行は原則として検察官が指揮する、刑事訴訟法第472条。死刑執行の際は、刑事施設の長又は、 その代理者と共に執行に立ち会うこととされている刑事訴訟法第477条。検察官は裁判官や弁護士と同様にして原則として法科大学院課程修了、または司法試験予備試験合格を経て新司法試験に合格したもので最高裁判所、司法研修所における収集、司法収集を得者が検事として採用され、この者が 検察官となる。この他に検察事務官、裁判所記官、警察官、航空護衛官、海上保安官、自衛隊刑務官等を一定年数経験した者が副検事として採用される場合や、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授、准教授であったものなどから採用されることもある。 検察庁法第20条により、以下に該当する者は検察官になれない。検察官には政治的中立を求められるため、手厚い身分保障が与えられている。検察官的確審査会の職務不適格議決、認証官である、検事総長や、次長検事や、検事長については、法務大臣の罷免勧告も要するまたは、職務上義務違反。 国民全体の奉仕者にふさわしくない非行、日本国権第15条違反による、懲戒免職以外では検察官を意に反して、辞めさせることはできない。検察庁法に基づく、職会制上の官名としては、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事が、職名としては、検事制、上席検察官があるが、 単独の検察官という表記はこれらの総称であり、あるいは訴訟法上の地位であって、官名、職名ではないため、事例等での表記に検察官は用いられない。ただし、検察官も、旧計測規則56条2項に、いわゆる官名と解することができるとした判例がある。これに対し、検事は身分を指す。最高検察庁の検事総長。 国務大臣待遇、次長検事、大臣政務官待遇、各高等検察庁の検事長、準副大臣、大臣政務官待遇は、認証官であり、内閣によって任命され、天皇から認証される。また、事件処理に必要な検察官が足りないとの理由の、際に、法務大臣は、区検察庁の検察事務官のうち一定のものに、 その町の検察官の事務を取り扱わせており、検察庁法不足36条、このような検察事務官を検察官事務、取扱い検察事務官という。また、法務省設置法不足4項は、当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員、検察庁の職員を除くのうち、133人は、検事をもって、これに当てることができる。と定めている。 この規定に基づき、法務省の要職、官房長、局長レベルを含むは、検事、裁判所から出向した裁判官出身者が、検事に任命された上で行われる場合もあるが、検事としての官職の間、当て職、法務事務官の官職を兼ねず、検事の官職のみを有したまま法務省の職に就くの、形で占める例が多い、課長などが役職者とならない場合は、 局付き検事と呼ばれる。ただし、法務事務次官については、検事出身者が一時的に検事の官職を解かれて、就任するのが慣例である。旧大日本帝国憲法下の管理区分補償であった、直任官、総任官、犯人官の名残で、検察庁の管理には1級、2級、3級、3用数字でなく関数字で表記の別があり、検事長以上は1級、 検事は1級、または2級、副検事は2級となっている。各自に発せられる事例に、検事1級、副検事2級のように記載される。かつては、1級2助するまたは、2級2助すると、のぶ級発令の形式であった。また、検察官以外の検察庁の官僚にも、同様の区別があり、検事総長秘書官は2級、検察事務官は2級、または3級、 検察議官は二級、または三級とすることとなっている。これらの級の区分はいずれも検察庁法に定められている。検察官は離職後、弁護士の資格を用いて弁護士として活動する者が多い、いわゆるやめ県。また、定年まで勤めた者には、交渉人になる者も多い。検事総長については、近年は大企業の監査役になることが定番化している。 アメリカ合衆国の検察官は、建国より、フランス式の検察官制度を採用したが、米国の司法制度においては、官僚よりも弁護士あるいは公選された、政治家としての性格が濃いとされる、刑事裁判も X 対 Y 州事件と呼ばれる。日本の検事制の相当する、地方検事や州検事は公選制が主である。ただ、 弁護士との大きな違いは、刑事事件の原告官となるだけでなく、常に、米国の検察官は連邦、国や、州や、軍の米国の訴訟代理人となる点に特色があると、される。職名からわかるように検察官の地位は、連邦検事、ユナイテッドステイツアトーニーの場合は、が、州国の代理人であり、州検事、ディストリクトアトーニーの場合は、地区の代理人である。 連邦検事は、連邦法に関わる、刑事事件の捜査、起訴、公判の維持を任務とする。このほか政府が当事者となっている、民事訴訟の訴訟代理人や、政府の法律顧問としての職務もある。連邦検事は、上院の助言と承認を得て大統領が任命する、任期4年で再任も可能。連邦検事は、連邦地裁の管轄地域ごとに1名ずつ設置される。 連邦検事法は、連邦検事を補佐する職で、司法長官が任命する。イギリスでは、詩人訴追制度が採用されており、刑事事件については、警察官が詩人の立場で訴追を行う。検察官は公判を遂行する権限を有するほか、証拠上、公益上の観点から警察が訴追した事件の手続き業を打ち切る権限を有する。イギリスでは原則として、 犯罪の捜査と訴追の権限は警察が有している。なお、大規模、または複雑な経済犯罪については、重大経済犯罪捜査庁が捜査権と控訴定期権をある。検察官は法廷弁護士、バリスタ、または事務弁護士、それ下の資格を持つものでなければならない。検察庁長官については、 法廷弁護士または事務弁護士の10年以上の実務経験が必要となる。検察官は検察庁においては検察庁長官、重大経済犯罪捜査庁においては重大経済犯罪捜査庁長官によって任命される。検察庁長官及び重大経済犯罪捜査庁長官は法務総裁によって任命される。フランスでは検察官は 刑事事件における、司法警察の捜査の指揮や、控訴の提起を行う権限を有する。後半は検察官が出席しなければ開くことができず、証人尋問や、論告求刑を行うほか、判決の執行も行う。また、民事事件では、公益の代表者として、倒産手続きなども担当する。原則として控訴権を検察官のみに付与し、広い裁量を認めていることから、 権限乱用の危険性がある。基礎が行われなかった場合には検察審査会が一応のチェック機能を果たすことが期待されている。一方で、基礎が行われた場合についての権限乱用の有無を判断する制度的な担保は存在していないことから、チェック機能が果たされない。これら不当な基礎を行った場合には、控訴権の乱用として、 控訴は棄却されるべきであるとする説が有力に唱えられた。最高裁判所、日本は原審が検察官の控訴権乱用を認定し、控訴を棄却した事件の上告審において、検察官の裁量権の逸脱が控訴の定期を無効とすることはあり得るが、それは控訴定期自体が犯罪行為を構成するなどの限定的な場合に限られるとして、 極めて限定的な解釈を示した上で、検察官の上告を棄却し、控訴棄却の原審判決を維持するという判事を行っている。近年では、従来の控訴権乱用論から離れた新しい視点により、刑事手続きを打ち切ることを可能とする手続きの打ち切り論も唱えられている。日本では戦前、検察官は後半のみならず捜査の主催者として、 強大な権限を有していたが、戦後における刑事訴訟制度の改革によって、アメリカ合衆国に習い、控訴機関と捜査機関を分離し、当事者が事実を裁判で争う断崖的な、捜査官が強く打ち出された。その結果、検察官から捜査権を排除し、控訴権のみを持たせて後半に宣言させ、捜査については、別個に専門の捜査機関が実施すべきであるとする。 後半戦従論が1960年代に学識者から有力に主張された。控訴権と捜査権とを分離することにより、人権保護につながるという考えに基づいたものである。検察の捜査ご次論は、実体的真実が、捜査主催の検察の支中にあり、後半中心主義の否定、裁判所に対して検察官の心象を引き継ぐように、揉め。 また、県面調書を重視するよう求めるものであり、戦後の当事者主義刑事裁判を軽外化すると批判された。検察捜査の必要性と警察の第一次、捜査権限も共に承認されたが、神経訴訟が検察官に捜査権を認めたのも、当時の警察の状況からする、いわば過渡期的措置であり、現在もなお、検察官の上塗り捜査による取り調べ、 県免調書中心の状態が続いていることは、深く反省すべきとする主張もなされている。検察に比べ、警察の方が、人員や装備、科学捜査力などに優位があり、基本的、科学的な捜査については一般に警察が扱い、検察官は必要に応じ、補充的な捜査を行っているが、検察官の厚い身分保障等から政治家の汚職や、 会社犯罪などについて自ら基本的捜査を行うことも必要であり、日本人は自白が多いことから、司法警察職員と検察官が重複して取り調べることは十分に意味があるとする意見もあり、実際、知能犯罪について行う検察官の独自捜査は一定の評価を受けている。だが、近年においては、検事による証拠で図等、 度重なる検察不祥事を背景に、拘束機関でもある検察官が直接捜査し、被疑者を逮捕した事件については、そのまま起訴されることが前提となっており、その結果、無理な捜査が行われているのではないかという批判や、検察部内で発生した不祥事案や検察官が関係する事件に対する捜査についても、検察自身で行うのは公平性に核とする批判も一部にある。 ライブドア事件で検察と争った堀江貴文は自身のブログで検察の独自捜査権を奪うべきだ。その代わり FBI 的な組織を警察庁に設ければいい。検察と警察がある程度パワーバランスを取ってお互いに牽制し合う体制にすれば冤罪は減る。2009年12月21日などの意見を述べている。また、検察制度に詳しい成城大学のイブスキシン。 教授は、検察へのチェック機能を働かせるために、控訴権と捜査権を分離することや、検察官の倫理規定の制定、査察制度の導入などを主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。